まあ、監督筆頭にメダル獲得っていうところの優勝を目指してみたいなところを言ってたので、そこにチャレンジしようっていう気持ちもありましたし、まあ、本当に一戦一戦こう無我夢中でやってった結果なんですけど、まあ、そんな中でドイツに勝ったあたりからはやっぱり何ですかね、メダルを取りたいっていう思いがより強くなったというか、まあそこはターニングポイントだった試合ですね。まあ、全体を見れば中堅だったと思うんですけど、ディフェンスラインで見ると、まあ、前回大会でキャプテンだった磯崎さんが引退されて、自分がこうディフェンスラインを仕切ろうっていう気持ちになって向かった大会というか、向かったこう4年スパンだったので、それをまあ表現しようっていう思いがあったので、全体的には中堅かもしれないですけど、ディフェンスラインとしては引っ張っていこうっていう強い気持ちはありました。あの時はこう金賀選手も隣にいて、まあ、自分が引っ張りつつもやっぱ金ちゃんが年上で引っ張っててくれたっていうのは大きいし、まあ、今でもそうなんですけど、で、まあ、熊谷行って、鮫島が行って、で、まあ、一緒にやる時間も長かったので、大会を戦うにおいてこうあうんの呼吸みたいなのは多々出せましたね。でもなんか、まあ、ここまで来れたんだし楽しもう、最後のステージを楽しもうっていう気持ちで、まあ、ワクワクして割と眠れたというか、そんな過度な緊張とかよりも楽しみって思って試合にも入ったんですけど、開始早々の怒涛の攻撃で楽しんでられないなっていうスイッチをこう切り替わったっていうのはすごい鮮明に覚えてます。 PK 戦を画面で見てましたけど、アメリカの選手のちょっと表情がちょっと何ですかね、不安そうな表情をしてたので、それは多分自分というか、みんなは見てないじゃないですか、その表情までは自分しか見てない映像ですけど、会場ではそれを見ていけるかもと思いましたし、PK なんか最後熊谷が蹴るときはもう多分決めるなって思って外に出る準備をしてましたでも協会の方が用意してくれましたけど、世界からのサポートありがとうっていうフラッグを試合終わってから毎試合やったんですけど、それも自分知らなくて、そんな海外からそういう支援とかたくさんの協力があったっていうことは知らなかったので、本当に感謝してましたし、まあそういう災害、自然災害ってやっぱ仕方ないことですけど、日本大丈夫なんだろうかっていう、まあ心配な目じゃないけど、なんかそういうのがあって、でも日本は元気ですよっていうのを世界に伝えたいなとも思ってましたし、まあ、それをプレーで結局表現できましたし、本当に最後の決勝で諦めかけた時に、なんかそういう見えない力じゃないですけど、まあ、応援してくれてる人がいて、まあ、なんか悲しいニュースが多い中、自分たちが頑張ろうっていう風になれたし、それでこう一つのチームになれたっていう要素でもありました。また優勝を期待されてるのはひしひしと伝わるんですけど、まあ、そうやって連覇に挑戦できるチームって、まあ、唯一日本だけじゃないですか今回は、まあ、その挑戦できるっていうことをプラスにとって、まあ、そこはこうチャレンジャー精神で挑みたいなと思いますし、まあ、この間のアルガルベでも簡単に勝てる試合は1試合もないっていうのをまた痛感しているので、厳しい戦いにはなると思いますけど、そういった挑戦するっていう気持ちを今一度みんなで持って戦いたいなと思ってます。プレーするのかサポートするのかは、まあ、その時で分かりませんけど、その与えられた場所で、まあ、精一杯の
プレーというかサポートをできればまたいいチームになると思いますし、そういう経験をしている人がたくさんいるんで、サポートされた側でプレーした側で、もしもその人が出なかったとしても多分いいサポートはできると思うしと思っているので、まあ、どんな立場においても戦える準備というかができる人が多いと思います。距離まあ、4年前に優勝してからやっぱり日本に対する相手側のモチベーションの差は明らかに違うなっていうのは実感してて、まあ、今までは若干舐められてた側だったかもしれない。でそこをうちらが自分たちがその隙をついて勝ってた試合とかも多分多かったと思うんですけど、やっぱここに来て、まあ、自分たちもコンスタントに結果を出せるようになってるからこそ、相手がこう日本に対するモチベーションを高く、ここだけには負けたくないみたいな、ワールドカップチャンピオンには勝ちたいっていう思いがやっぱ強く感じられるから、そこは今までとこう何ですか、日本と世界の距離感っていうのはまた何か昔より違うなって感じます。またドイツ大会のような最後みんなで笑ってる絵であってほしいな、あ、絵でいたいなと思ってます。いやー、そんなに難しい意識はしてないです、自分は。まあオンとオフじゃないですけど、やるときはやるし、楽しいとき楽しいし、まあ、自分は結構そのときそのときの素直な感情で言いますね。まあでも自分たちはそのなんですかね、狭間というかいろんな経験をさせてもらってた側なんで、多分語れますけど、語れますっていうか感謝も気持ちとかもすごいあるんですけど、まあ、これから年代が変わってって、もしかしたらこうやって注目されるのが当たり前になっちゃう時代になっちゃうかもしれない、昔の時代を知らない選手が多分増えてきてしまうのかなっていうのは、そういう焦りもあるので、それは自分たちが表現し続けたいなと思うし、まあいつまでもこの時代がこうやってね、女子サッカーが応援される時代が続くのかって言ったらハテナなので、まあ、長く続いてほしいなと思いますし、そのためにも後輩に伝えるべきことも多いのかなと思ってます。まああんまり言葉達者でもないので、チームを引っ張るにおいても、まあ、プレーで引っ張るというか、まあ、ゴールを必死に守るとか、そういう姿しか出せないんですけど、まあ、そういうのでいろんな、まあ、ここで言えばベレーザの後輩たちに伝わってほしいなと思うし、まあ、自分に限っては岩手出身なので、まあ、岩手の方々結構見てくれてますし、自分の名前も知っててくれてるので、何ですかね、もうなんか個人応援してくれてるんじゃないかぐらいのバックアップもなんか応援がたくさんあるんで、まあ、そういう人たちに恩返しをっていう意味はこもってますね、自分のプレーには。始めたのって小学校1年生です。でもその頃その女子サッカーが、まあ、プロとかなるとも思って、プロってないんでしょうって思ってたしと思いつつも、多分サッカー選手って書いてたと思うんですよね、将来の夢。もっとちっちゃい時、サッカーやってない時、お花屋さん近い夢で言ったら目標になっちゃうな、ベレーザで優勝することみたいな、リーグ優勝することみたいな、まあ、夢っていう目標ですよね。